こんにちは、プロトです。青魔法ナンバー84、冷たい霧を闘争本能を使い、ソロでラーニングしたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、闘争本能というもののシリーズ第2弾ということで、今回はここ、永久衝動ザ・バーンにやってきました。まあ、ソロでやるって言ってもね、闘争本能っていうぶっ壊れた青魔法を使ってやっていくんですけども、どれぐらいの強さを発揮しているのかというとですね、まず敵を釣ってですね、ダーッと走っていった先で敵を全部固めてですね、まず一箇所に集めて、そして氷で敵を凍結させて、そして、超振動を使って一気に破壊するというね、いやー、こういうことを繰り返して ID を攻略していきます。1ボスに到着しました。ゴブスキンを貼っておいて、こいつにミサイルが効くのかまず試していきましょう。お、効いた。いきなり半分。50% 削りましたね。ということで、このボスはミサイルが効くので、まあ、適当にミサイルを、これは、後ろに隠れておいて、で、ミサイルをとにかくぶっ放していって効きますね。めっちゃ効くね。あと敵が中心なので近づいて、ミサイルである程度削ったら、あとは自力でね、削ってしまった方が早いと思うので、削っていきます。はい、倒した。これ、1ボスね。あとちょいで削って、倒してしまいます。はい、倒したので、箱をね、しっかり取っていきましょう。さあ、2ボスですね。こいつには果たしてミサイル効くのかな?なんか、ロボット系ってミサイルが効かないイメージがあるんですけど、とりあえず試してみましょうか。さあ、ミサイル、効かないね。まあ、一発じゃわかんないからね。何発かちょっと撃って、ミサイルが効くのかどうかっていうのをちょっとやりつつ、やっていきたい。あ、なんか痛そうな攻撃が来ている。結構削られるね。ゴブスキンの上から結構削られたって。あとちょいやね。あとちょい削ってって、自力で削って、また来ているが、そこまで痛くないので、はい。もうね、しっかり、ね、落ち着いてやれば倒せそうです。はい、撃破、はい、撃破、はい、撃破と、はい、倒しました。さあ、いよいよですね。あっこの箱、まず先に取っていきましょうか。敵に感づかれずに取れるはずだと。で、ここなんかね、アントリオンがバッて湧いたよね。こいつ確か攻撃力が痛いんだけど、まあ、なんとか全部まとめてやってみましょうか。うまくいくかなーという感じで、敵を全部集まったのを確認して凍らしていく。そして、はい、超振動。ね、ちょっと危なかったけど。最後の雑魚戦なんだけど、もう超振動がないから、頑張って削るしかない。はい、削っていきます。まあ、氷はね、有効ですよね。敵の行動を止めることができるんで、その間にゴブスキンを貼り直したりとかもできるし。まあ、こういうところを活用して超振動の力がないときは倒していくっていう感じでやっていけばいいのかなと思いますが、はい、結構ね攻撃が痛いから危ない。あ、やっと3ボスラスボスね、ミストドラゴンにたどり着きました。さあ、これからこいつが覚えることができるんですよね。冷たい風、ここまで来ないとラーニングできないんですけど、まあ、なんとか頑張ってねやってくることができました。もう当然ね、3ボスはミサイルが引かないので普通に削っていきます。さあ、削っていくんだが、ライムリリースは全体でしたね。まあ、ここはまあゴブスキンが残っているので大丈夫でしょう。あと臭い息を入れておくとかなり軽減で、あ、これがめっちゃ痛いんですよ。これめっちゃ痛い。これ危ない。がっつり削られるね。ねえねえ、これめっちゃ危ないでしょ。で、なんかデバフがついてるんで、これエグジュビエーションで消していきます。なんかの霧が来ましたが、これか、地面に出るやつですね。さあ、苦悶の歌を切らさずに戦っていきます。で、割と攻撃が痛い気がするので、ライムリリースは全体でしたね。ちょっと回復を怠ると危なそうな感じです。あと、あの変なマーカーがつく吹雪だけはマジでやばい。あ、敵が中央に行きましたね。さあ、これかな。ここで、あ、このなんか竜の頭を残しておくことで、冷たい霧をやってきてますね、今の。あの、ミストドラゴンが今、冷たい霧を栄称してるんですが、この竜の頭を全部倒してしまうと、それが途中で止まってしまうのかな。なので、
1匹残しておかないといけないらしいです。でわざと食らうっていうことですね。なので超効果をやっておきましょう。あ、凍るのか。凍るだけね。凍るけどその間攻撃してくるもんな。まあ、多分超効果を当てておくことで、このオートアタックをね、軽減できるのかなと思います。そして今ブレスが来ていて危ない。あ、また来てます。これがめっちゃ痛いんですよね。おお、やべやべやべ死が見える。死が見える。危ない。あ、ここ、しっかり、あれですね。臭い息と、ゴブスキンは絶対欠かせずにやっておかないと、下手すると即死しますよね。危ないですね。ライムリリースの全体は、まあそんなに怖くはない。ただ、削りがまだまだ、ちょっと長期戦になってしまいそうですが、しっかりとですね、ガードオファーを入れてるときに全力で叩く。あ、また、霧が来る。また同じやつをやってくるんですかね。ミストドラゴンが、あ、違う、これは外周を走るやった。外周を走ってミストドラゴンを見つけると。見ましたね。この敵の突進を食らわないように、まずミストドラゴン外周を走って探していきます。これ食らうと確か凍ったりしたような気がしたので、絶対食らわないようにですね、ソロの場合は凍るのがかなり命取りになる。おっと、そして、自分のいたところを中心とした距離減衰が来ると。ライムリリース。あ、で、この後多分ね、吹雪、マーカーつくやつがまたやってくるんで、マーカーがつくやつをできるだけ狭い位置に誘導します。まだ全体ですね。なんかあのマーカーつくやつが来ると、地面に AOE を生成してくるので、できるだけ狭くやっておかないと危ないなという、まあ、これですね。このマーカーが来たところにブレスが来る、かつそのブレス攻撃もめちゃくちゃ痛いので、はい、避けていきます。はい、こっちのマーカーか、痛いのは。痛いのはこっちの方ですね。これがめっちゃ痛いと。で、さらにデバフがつくんで、このデバフはドットかな?ドットなので、しっかりイグジュベーションで回復していきましょう。さあさあ、また地面のやつが来ますね。これを避けていくと。はい、8方向かあれ。で、ライムリリースの全体は、まあ、大丈夫だと。で、臭い息をね、忘れずに入れておきたいですね。さあさあ、もうだいぶ削ってきて、残り 50% を切っています。結構順調ですね。一回死にかけたけどね。あそこで死んだらちょっとしだるよね。なので、死なないように注意して戦っていきますが、また、霧になった。いや、なかなか歯応えのあるバトルですが、また探すやつですね。探していきましょう。走って、回収に出てくるのを探すと。はい、もう一丁探していきます。これは霊式の、再生編の3層のボスがやってくるやつと似たようなやつですね。はい、やっと敵の距離減衰を誘導しておいて遠くへ離れていきます。さあ、もうこれの繰り返しですね。あとはおそらくね、なので落ち着いていくっていうことと、あの変なブレスね、めっちゃ痛いブレスだけ注意ですね。あ、敵が中央に行ったぞ。なんだ?あ、また、あれが出てくるのかな?頭が。U の頭が、出てきましたね。出てきたので、倒していきます。で、冷たい霧をしてるけど、これ2回目だっけと、まあ、なんとなく1匹残して、またやってみましょうか。倒してもいいのかな?ちょっとわかんないんですけど。まあ、一回使われてるんでね、おそらく大丈夫だとは思うんですけどね。とはいえ、なかなか削りに時間がかかっちゃっているので、まあ、一回とりあえず念のため残しておきましょうか。で、あ、凍りました。今度は超効果をしてないけど、大丈夫かなと。オートアタッカーやっぱり痛いですね。かなり痛いので、ちょっと回復を入れて。ブレスがやばい。危ね。おーっと、次も来ている。これはやばいな。さあ、逃げながら。あ、やっぱ痛い。危ない。これが、おそらく、事故死しやすいところだと思うので、
と危険ですね。あの凍る、あの冷たい木で凍るところは超効果を使った方が無難ですね。さあさあ、あとちょっとなんだけど、割と長期戦、集中力が大事になってきます。一気に削ってね、行きたいんですけど、攻撃に集中して自分の HP を見失うのが一番危ないので、そこを注意して戦っていきます。あ、また来たぞ、キリ。またいなくなるやつかな、これは。探していきましょう。念のためにね、ゴブスキンっていうのは常に貼っていって、さあ、外周を走って見つけました。さあ、もう一回来るのかな。走って探します。はい、見つけました。で、次は距離減衰が来るから、一応ゴブスキンを貼り直しておいて、橋の方に誘導してからね、逆サイドへ移動していきます。さあさあ、もう余裕でしょう。だいぶ戦い方的に慣れてきたんで、もう危ないのは本当にあのブレスだけ注意して、残りわずかなので削り切りたい。さっさと削って終わらしたい。ブレスが来る前に終わらしたいが、なかなかうまくいけるのか。あ、でもいけそうな感じがするけどね。一応ね、ゴブスキンも貼ってね、臭い木もね入れておきましょう。怖いんでね。で、削っていきます。さあ、あとちょっとだ、いけ。はい、倒せ。あ、またやってきた。やばい、これは。あ、無事倒して、はい、見事冷たい霧をラーニングすることができました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバーイ。動画を最後まで見ていただき、どうもありがとうございます。よかったら高評価やコメントなどお待ちしています。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。プロトでした。さよなら、バイバーイ。